ございます。おはようございます。お久しぶりです。今年初めての夏の旅です。そうですね。元気ですか？長崎県の海岸線は日本で2番目に長いって知ってました？そんな長い長崎の海岸線4195キロを私野上由衣子が軽トラックで旅する海岸線の旅419号。2017年4月に諫早市小長井町をスタートして5年かけて大村までやってきました。あ、東園議長来ました。入りました。小町端駅が有名な。入りませんか？入ってみます。宿だ。カフェ、バー、ホステルだって。なんかこの辺、はい、おすすめの ありますよ。とりあえず今からだったら、あ、海の輪って新しくできたところがあるんですけども。ほやほやの場所ですか？あ、ほやほやです。2月の中旬にできたばっかりのほやほやの場所なんで。ありがとうございます。打ち合わせされてるから。どこですか？ちなみに今ちょっと代表とそのスクリーンの裏で話してるのが NHK さん、はい、NHK さん、あの、はい、確認して、はい、あ、もちろんもちろんもちろんです。それでもそれぐらい NHK さんも興味持つぐらいのスポットって、はい、今もうホットなスポットってことですよ。取材大丈夫ですか？ありがとうございます。すいません、本当に。あのクジラ焼きっていう、はい、キッチンカーがあるんですけど、はい、あれはもともと僕去年からその中でクジラ焼きをもう一人池田くんってことやっていて、はいはい、でそれの第2弾でこの建物の中に同じブランドの茶の子っていうものの、はい、こう飲食店が入ってるんですね。そこのその商材とかのブランディングとか商品開発とかやってるのが僕。ありがとうございます。なんかすいません、失礼します。うわー、中おしゃれ。2月17日にオープンした海の輪、その技術を楽しめるカフェ、洋服などのリメイクを行う縫製場、その縫製場とつながっているコインランドリー、さらに観光案内所など、地域の輪や循環の輪で新しいことを生み出すために作った交流施設なんだそうです。そうだ、はい、そうです。こんにちは。もともとこうブライダルのお仕事してたんですけど、人と人との距離感が近いお仕事がしたいなと思って、その外から来た観光の方だったりとか、あとはその地元の方たちをつなぐようなコミュニケーションの場を作るような場所を作ろうとしてるっていうのを代表がおっしゃってて、うん、そういう仕事がやりたいですっていうのでここに来ました。でもなんか確固たる意志を感じましたね。そうですね。いや、すごい。もうこのスープに関しては佐世保のラーメン砦研究所の川尻隆二さんにあのプロデュースしていただいてるスープ。私砦の大ファンで。そんな。美味しいですよね。美味しいですよね。わかります。その佐世保に行って食べた時に感動して感動しますよね。なんかしっかり味がついてるのにくどくない。そう、あのラーメン、いや、マジ美味しいんですよ。そんな美味しいんですか？リュウジさんのこだわりも詰まっているスープに。わー、マジか。これは期待できますよ。だラーメン砦から譲り受けた秘伝のタレを豆乳と野菜のペーストに合わせたこだわりスープ、イートインスペースでいただきます。こちらがミルポタスープと、こちらが焼きエビ香るミルポタスープになってます。いただきます。
がある。え、これってちょっとラーメンのスープみたいなのも入ってるんでしたっけ。入ってます、入ってます。鶏のスープ的なコクがめっちゃ出てる。ミルクのコクと混ざり合ってめっちゃ美味しい。香ばしく焼かれたエビが溶き放たれましたよ。おー、かわいい、めっちゃかわいい。え、これテレビ用じゃないですよね。長田の塩を使った塩キャラメル。これはそのぎのお茶をほうじたほうじ茶を使ったほうじ茶。僕つけてるんですけど、もう手で食べていただいてもいいかなって、多少が食べやすいかなと思って。重さがあるよ、ずっしり。予想以上に。こりゃすごいや。いただきます。上の方がクッキー生地で、下がしっとり系で、程よい甘さのクリーム、ほうじ香る感じ。うわ。大当たり。出ました。うん、ごちそうさまでした。え、あっちもいっぱい。本当ですよね。お邪魔します。おいいよ。ほら、お子さんがゆっくり楽しめるような場所。揺られる感じ。寝れますよ、ね、眠れる。そうなんですよ。たまにスタッフとかがちょっと残業とかしてデスクワークで疲れたりすると、ここで休憩して寝てます。いい職場。、はい、ありがとうございました。いっぱいお話聞いて。また会いましょう。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。変わったな、ちょー。あー、来ちゃいました。変わったな、ちょー。陶器屋さん、変わったな町に陶器屋さん。この緑の建物ですか。ギャラリー。おー、菊章陶器。へえ。ショップですって。入り口ここですか。どこだろう。英語しか書いてないですね。あー、すごいっす、すごいっす、すごいっす。お願いします。失礼します。お願いします。今軽トラックで海岸線に沿って旅をしておりまして、ご夫婦でされていて、社長が旦那さん でちょっとあのこわもてな方でした。はい、ごめんなさい、お待たせしました。いえいえ、いやいやいや、すいません。いらっしゃいませ。あ、いいです。はい、どうぞ。お邪魔します。あ、すごくないですか。すごい。作業場ですか。もうここ ずっと、はい、作品がずっと並んでるってことですか。あ、ここがあのギャラリーになって。ここがギャラリー、はい、ここがギャラリーで、はい、直営店ってことですね、要は。ここはそもそもなんで菊章っていう、はい、なんですか、その窯元というの。そうです、はい、菊章陶器と言います。長いんですか。そうですね、1997年創立です。すいません、今計算して25年になるとか。おめでとうございます。25周年。 25? 何焼きって言うんですか。ハサミ焼きって言いますけど。ハサミ焼き、はい、すごい。ここ川田の海も捨てたんです。そうですね、はい。じゃあ、すいません、突然手書き場所って、よかったら手書きしようとこ。手書きしようとこ。めちゃめちゃいい人じゃないですか。
はい、はい、いい人ですよ。何ですか？何ですか？やめてください、ちょっと。こわもてさん。あ、もう慣れてます。名キャラ十分。1997年に創立した菊正陶器、猫を描いた作品を中心にこの巨大な工房で全ての工程を行っています。焼き物といえば山のイメージがあったんですが、すごい、海の近くの工場地帯にあるハサミ焼きの窯元だったんですね。ここにありますよ。あの秘密聞いちゃいます。あ、あれじゃあちょっと聞いて、あの、まだ答え言わないでくださいね、はい、駐車場のところにゲート1,2,3,4っていうのがあったんですよ。あの中は何だろうねって二人で話してて、予想的には、あ、じゃあ僕からちょっと答え、はい、予想言っていいですか、はい、ハーレー。あー、なるほど、はい、ま、私は兄さんがデコレーションしたなんか車とかトラックとか、あー、はいはい、っていうですけど、あそこには何があるんですか。まだ未使用の状態です。あ、正式にその、あ、なるほど、ビジネスで使っていいですし、貸しガレージで、あ、じゃあ貸しガレージ、はい、貸しガレージ、あ、でも一つは自分が使おうとしてます。あ、じゃあ今空っぽな、今空っぽです。あ、はい、ご自身のは何が入ってるんですか。あ、もう、じゃあ、あのリターンライダーでバイク持ってるもんやって。何ですか、バイク何ですかね。テケジアルの1300。多分おーって言ってる方は言ってると思いますよ。おー、あ、今はじゃあ自宅に置かれてるってことですか。そうです、そうです、うん、狭いところに、あ、はい、洗濯を芝の下に置いておくと、ミスマッチさがね、ここがショップの、でこれはあのインスタ映えがするっていうことで、お客さんとかが自分で撮ってあげられたり。これとかめっちゃかわいい。ビタミンカラーでいろいろこう展開してですね、まあ今ハサミ焼きは若年の若い方も来てもらえるんですけど、もっとした子供たちに興味持ってもらう器もあっていいんじゃないかなと、陶器で。だけど娘に全部ジャッジしてもらったんです。どれが可愛いって思う。小さい小学生とか中学生ぐらいの女の子が小さい財布に小銭持って買いに来て、嬉しいですね。そうなっても大事に使ってねとか言う。え、でもなんかやっぱ社長らしいっていうか、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、感じもあるじゃないですか、なんか極悪で。自分で飲む時にこっち自分の方に見るでしょ、相手で見る時ここが奥に。悪な方はこれです。ちらちらみんな見てしまうよ。まあお客さんがこっちと混乱されるので、うちの名前を表立って両方すると、はい、ダンス向けの商品っていうのを新しくブランドを立ち上げて持って進めていきたいなと。それはもう陶器に限らずですけど、産地の中で外れにあってもしっかり目を向けてもらうような、こういろんな商品を開発していければなと。逆にいかないと生き残っていけんじゃないかなと思います。なんか新しいハサミ焼きを見ました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、奥様もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。午後3時、小腹が減ってきました。長崎和牛って書いてる。あ、肉食べないとちょっとね、さすがに。あ、書いてるかも。メンチカツコロッケって書いてるかも。え、どこに？ほら、あ、ほら、あ、言えた。めっちゃいい匂いしません？カツの揚げられてる。失礼します、こんにちは。メンチカツ食べましょう。どうも、こんにちは、お邪魔してます。最高にいいサシ、霜降ってる、美しい。これがメンチカツ、はい、でかー、でかいですよね、大きい。お願いします。ありがとうございます。
が。もう。気持ちいい。こちらがメンチカツ。メンチカツ。うわあ。すごい。肉汁。いただきます。スープですよ。スープを飲んでるみたい。小籠包的な、ね、お肉自体の味がしっかりあるので、うん、ソースとかそんなのいらないです。あこのままで十分、ね、うーんうーん、ごちそうさまでした、うん。